はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ドット勇者やっていこうと思います。ということで、ね、ちょっとフルーツパズルやろうと思います。で、ね、ちょっと日付変わったらなんですけど、日付変わったらっていうか、あれか、2日おきなのかな、ちょっと、その辺は謎ですが、またね、リセットされてステージ1、ステージ2という形になっていまして、ステージ1はね、とりあえずやってみてアイテムなしでクリアできたんですが、またね、ステージ2の方は難しいと思うんで、やってみようと思います。ね、最初のやつとはね、ステージ1も違ってたんで、多分ステージ2も違うんじゃないかな。あ、結構違うね。はい、ということで、まあ、アイテムなしでクリアを目指してちょっとやってみましょうか。いきます。まあ、多分ね、やっぱりこの真ん中のあたりが、かなり重なってると思うので、その辺をね、意識して消していきたいかなという感じですね。まあ、ただ1回目はね、ちょっと様子見ないとわかんないかもしれない。どこがね、たくさん重なってるか、この辺もね、あるのかと思ったら、そこは思ったよりスカスカだったので、まあ、ちょっとこの辺はちょっと、何回かやらんとわかんないかもしれないけどね。そうですね。まあ、最初のうちは、とにかくね、上から、消していく感じでやってみましょう。そうね。まあ、この辺で消す。丸太取るためには、ケイトか、ポーション取らないといけないっすね。ポーションは、とりあえず触れるのは2個。丸太取れば1個触れるから、まあ、じゃあここで取っていってみますか。牛乳3つ。触れないのも含めたらいろいろ見えてんね。そうね。まあ、牛乳ちょっと取っていきますか。で、丸太か、毛糸丸太回収してなのかな。玉ねぎどこにいる ?2 個見え、2個とりあえず真ん中にあるんだけど、ちょっとこっちの牛乳めくってみるか。あ、牛乳の下に牛乳がいる。とりあえず消すか。じゃあベリー回収しましょう。小麦もちょっと拾っていってみましょうか。これで上の段、ある程度スッキリしましたね。ナスも消す。毛糸拾っていきますかね。毛糸拾って、ベリー回収しましょう。ハサミかな?ハサミ拾ってみましょう。ナスが出てくる。ナスの下は、あ、ナスの下もういないんだ。ってことは、この辺が重なってるのかな?むしろ、たくさん。とりあえず玉ねぎ拾っちゃいますか。で、宝石が 1,2,3,4,5,6。あ、まあ、6枚見えてるんだったら、2組作っていくか。はい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 。なるほどなるほど。この辺はね、まだ順調なのかどうかもよくわかんないんだよね。っていうのは、最後の方でどうやっても詰まってる形になっちゃう可能性もあるから、そうね。まだ何とも言えないけど、現状は割と、いい感じな気もしてるんだよね。これどうすかな?ケイト2個取るか、このナスとハサミの下のやつを掘る方がいいか、ナスとハサミの下のやつ掘りましょうか。ここのポーション回収しちゃおう。で、チーズが、うわ、チーズいっぱいあんな。はい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 。ちょっとこれハサミの下のチーズ掘って、ここどうなってるか見ようか。まだ下にある。あ、でもこの下はないか。牛乳を回収するとなると、ここの牛乳も回収したいんだけど、それがね、ポーションベリー丸太、拾わないと掘れないから、ちょっと手札いっぱいになるね。ハサミが見えてないか。玉ねぎも、現状1個しか見えてないから、まあ、ブローチの下をちょっと見ますか、このタイミングで。ブローチの下牛乳。あー、じゃあ牛乳はこれ掘っていいかな。これでポーション1個取れるようになったので。あ、これ小麦潰しますか、先。小麦潰して、あー、まあ、チーズも取っていいかな、これだったら。で、ポーションをどういう順番で拾うかだが、1,2,3,4。5,6。あー、まあ、6枚あるのはあるけど、まあ、最後のポーション拾うために、途中でね、ブローチ、ベリー、ケイトと回収しなきゃいけないから、一旦この上のやつから、拾っていく感じですかね。ハサミどこだ、ハサミ。
ケイトの下見ましょうか。あ、玉ねぎ。これちょっと怪しいね。ブローチ取るとしたらベリーの下。あー、じゃあブローチ先消しましょう。これブローチ先消して、で、ベリーが消せるようになるでしょ、それで。で、これで保険をかけて、こっちの積み上がった玉ねぎ見ましょうか。おっと、玉ねぎ。玉ねぎ、ケイトか。そうですね。まあ、これは小麦回収。で、丸太が拾えるようになった。まあ、ケイトの下見ますか、先に。あ、また玉ねぎか。それはちょっとやだな。とりあえず丸太を消しまして、ケイトはいつでも消せる。牛乳の下にハサミがある。ポーションは、拾えるから、まあ、小麦回収もできるか。ケイト、ちょっと待って。このチーズがね、かなり下にいるのが嫌かな。ナスを取るために、ここがやっぱ密集してるな、これ。ブローチとナスの下に何がいるんだろう。牛乳回収すれば、ハサミは消せる。で、ケイトはね、一応、消せる。まあ、ケイトこれは消してもいいか。で、下からチーズ出てくる。ブローチの下、見ましょうか。あーは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 ー、そうですか。そしたらね、これちょっと手札が、あと4枚空いてるうちに、小麦とねチーズを開けられるようにポーション取って、うわ、チーズ3連チャンか。チーズ3連チャンだと、じゃあこっちの2個何で消すのってなるから、ちょっと鬱陶しいな、それも。あー、ハサミ取るには牛乳取らなきゃいけない。まあポーション先消すか。で、こっちのチーズ拾って、チーズはいつでも消せるから、先に小麦の下見ましょうか。あ、ナスの下見る、どっち、小麦の下。あ、違うな。っていうか、あれか、ブローチチーズのせいで、手配縮まってるから、一旦ここでハサミ消しといた方が安全か。あー、玉ねぎ、ミルク。玉ねぎ、ミルクか。そしたらね、小麦の下の玉ねぎ回収したいかな、そろそろ。ちょっと待って。あー、そういう感じか。じゃあ、これ、拾ってミルク消せる体勢作りながら、玉ねぎ消す。で、最後のね、重なってるやつ見えましたね。これで牛乳はいつでも消せるぞの構えで、チーズ消さざるを得ないかな。はい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 。ナスが見えてないっすね。で、最後のチーズもどこにあるかわかんないから、チーズも下の玉ねぎが返せないっていう話ですかね。そうなると、まあ、ナスの下を見るか、ブローチの下を見るか。まあ、一旦牛乳回収して手配開けてもいいんだが、ちょっとブローチの下見ましょうか。あー、そうか、間にない。この下まだあるってことだよね。そうだね、結構重なってんね。あー、しまった、間違えて取っちゃった今。これ牛乳取るしかなくなっちゃったな。牛乳で、開けましょう。っていうか、牛乳の下にまだあったんか。なるほど。ってことは、この下にもあるの、もしかして。これちょっと玉ねぎ消すしかなくなってるね。玉ねぎ消しましょうか。ブローチは深すぎて拾えないもんね、現状。あ、今ならいける？今なら、ナス系とブローチって拾えるか。ナス系とブローチは、ブローチ2個出てくんのかよ。それもちょっとどっち開くか迷うな。まあ、どっちにしてもね、ちょっと運が絡むから。で、ここで系統消しましょうか。はい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 。ナスが見えないのが不穏だな。ナスと小麦も見えてないね。ベリー、ベリー、
ベリーとナスが一個ずつだ。ちょっとベリーめくりたくないね。ポーション取るのか。あ、でもベリーめくんないとその下が見れないか。ブローチも一個だからちょっと選べないしな。これ一旦、ポーションベリー取るしかないね。うわ、ブローチ。あれ？じゃあ積んでるじゃん。マジか。アイテムなしクリアを目指したかったんだが、ちょっとこれは使わざるを得なくなったな。この時点で、すでにね、手配の木が2しかなくて、問い詰が1個もないから、手配にあるやつを連続で取るしかないんだけど、小麦無理でしょ？丸太も、無理でしょ？丸太も無理、小麦も無理、ナスも取れないから、これダメっすね。しゃあないか。ちょっとこの取り外し使いましょう。いけ。そして、まあブローチ消しますかね。ブローチ消した上で、ブローチ消した上でこれ丸太一回開けるか。丸太一回開けましょう。ハサミの、次のハサミがどこだよって話だな。牛乳もまだ見えてないから、一旦牛乳めくってポーション消しますか。ん？手配には余裕があるから、先にチーズ消す感じかな、これは。あ、よかった。ポーション様子見てよかった。こっちをね、使っちゃうと、これが消せなくて困るとこだったんで、今チーズ先にめくったのは好判断でしたね。で、ナスは消せるから消しちゃいましょう。で、玉ねぎ、じゃない！うおー、玉ねぎって重なってると思ったら、上の玉ねぎの下にね、まだ隠れてましたね、チーズとブローチが。こうなるとハサミめくるしかないんだけど、ハサミの下、っていうか、ハサミが2個しか見えてない。あー、そこにいたか。はい。こうなったら、まあ、ハサミ消しますかね。ハサミ消して、チーズのもう一個がないとなると、小麦はね、ここにいるから、ちょっといじんない方がいいのか。玉ねぎ手札に1とここに1でしょ？で、ここに隠れてるから、まあ、やっぱブローチ掘るしかないっすね、これ。また積んでるよ。また積んでるな、これ。アイテムなしでのクリアってこれできんのかな？ちょっとね、前回も2個この取り外し使っちゃったんで、まあ、今回もちょっと、そうですね、まあ、それでいきますけど、そこに小麦がいるよね。とりあえず、あれ？ああ、まあ、いいのか。そうか。これを先に消せばいいのか。はい。で、改めて小麦、小麦か。あれ、ベリーの下、積み上げちゃったやつは小麦だよな。丸太どこだ？丸太がいる場所がわかんねえぞ、これ。さらに下にいる？っていうかね、手配の空きがすでに3なんだよね。だとすると、ブローチ取るんだったら余分に1個取る余裕あるけど、ブローチのはちょっとどっちも沈んでるから、チーズは1枚しか見えてないでしょ。丸太は、1個も見えてないと。この状態で、2回めくってもまだダメなの？この下ある？あるな。いや、思ったより深いぞ、これ。ちょっと待って。もう1回めくんなきゃダメか。そしたら。もう一回めくんなきゃダメ？それきついなぁ。もう一回めくんなきゃっていうか、もう一回これやらなきゃダメ？
ていうか3回までなのか。なるほど。それも覚えておこう。で、ここでどうするかなんだけど、結局ね、牛乳が、めくれないし、チーズも、1枚見えてないから、まあ、ここを掘る、ここを掘るしかなさそうなんだけど、ちなみにここ、ああ、まだ、そうですか。はい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 。そうだね。結構ここも重なってんな。こっちは重なってはいないよな、さすがにな。はい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 。なるほど。まあ、ここ掘るしかないね。ここ掘るしかないけど。空きが2だからね。ああ、そうか。じゃあ、これ回収しとかないと、むしろミルク消すときにまた玉ねぎとか、チーズを抱えちゃう意味はあるのか。でもそれだと意味ないのか。どうなんだ、ちょっとわかんないな。いや、でも玉ねぎ取ってこれでちょっと取り外しするしかないね。ちょっと下に何が積まれてたか忘れちゃうよな、これで。この状態で、あ、最後か、もしかして。だとしたら、ミルク取る、ミルク取る、ミルク消すでしょ。で、これで、丸太も処理していいのかな。丸太も処理してよし、ナスの処理しますか。ナスの処理しますかね。はい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 。で、ブローチを、消しに行きましょう。あれ、これベリー小麦だっけ、下。チーズの下ベリー小麦だっけ。だとしたら、まあ、ベリーベリー、あれ、ベリー小麦の順番だったっけ？ちょっと自信ないぞ、これ。どうだ？先こっち掘るか。こっち掘って、ベリー回収。玉ねぎ、玉ねぎ。下にまだあるね。下にまだあるね。下にまだあるね。これ何枚重なってんのか分かるようにしといてくれないとさ、いつがゴールか見えないじゃん。俺自分で積んだやつ、チーズの下、ベリー小麦だよな。ベリー小麦だったとしたら、手配の空き3だから、積んでるのか、また。マジで？あれ、ベリー小麦、一番下が小麦だと、これを回収しても小麦消せないんだよね。手の空きが3しかないから、チーズを消す、チーズを消す手はあるの？ないね。この下一旦重なってるもんね。ベリーより下だもんね、これ。うわー、やられてるか。じゃあここまで使っちゃったらシャッフルする？いやー、でもそんなにアイテム頼りでクリアしたくないね、これ。ちょ、もう一回やるか。あー、やっぱベリー小麦の順だったね。ベリー小麦の順だったらどっちにしろ助からなかったので、しょうがないですと。で、キャンセルして、もう一回行きましょう。いやーってね、ちょっとこの辺に重なってるのが分かったので、今回はちょっと掘る位置を調節していきましょう。まあ、一回目はね、どこにね、どこが一番重なってるかっていうのが分かんないので、まあ、しょうがない部分もあるのかな。まあ、最初は、とにかく上から、処理していくしかないわけですが、どのあたりから、意識していくか、だよな。まあ、で、どっちにしろね、おそらく、取り外しは2回ぐらいは許容範囲かなというか、全くのノーアイテムでは少なくともね、俺はなんかクリアできる感触がないので、取り外しはありでやっていこうかなと思ってるんだけど、まあ、シャッフルはね、完全に運になっちゃうから、まあ、どうかなというふうに、思ってますが、まあ、そうは言ってもね、下めくって何が出てくるか運だからね、どっちにしろ運だろうっていう、こともあるんだけど、まあ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 、
これどうしよう。まあ、ハサミ拾っといて、小麦小麦小麦で、ここを消していきますか。で、毛糸消して、ナス消して、でね、ここの塊とここの塊が想像以上に重なってるのが分かったから、この二つをね、むしろ意識的に、拾っていかないといけないかなと。こっちはね、ちょっと、多分、後でもなんとかなる。いや、なんとかなるわけじゃないのかな。どっちにしろそこきついのかもしんないけど、これは一旦玉ねぎの下見ましょう。で、小麦か。小麦は一番微妙だな。いや、一番ってことはないけど、まあ微妙なのは確か。一旦玉ねぎ消しましょうか。で、チーズが見えてない、チーズが見えてない。まあ、ブローチ挟めば、ポーション3つは消せるから、一旦ここ掘るか。あ、間違えた。あ、バカバカバカ。ちょっとこれはやり直そう。ひどい。そうですか。まあ、ちょっと今のは、普通になんか、ミスりましたね。さあ、ちょっと、今回はもうちょっと集中してやろう。まあ、ただあれだよな。こっち側を掘りたいから、今のもどうなのかって感じだよな。そうだね。まあ、チーズで掘る、ベリーで掘って、一旦系統消しますか。で、ブローチどかす。ハサミは、まあ、いくつかありますね。まあ、パパッとやるとね、なんかあっさり即死することもあるということで、まあ、もうちょっとじっくりね、考えながらやった方がいいのかもしれんが、まあ、かといってな、最初のうちはね、まあ選択肢いっぱい消せるとこあるし、まあどの順で消してもな部分もあるから、まあ、まあこれは玉ねぎの下を掘っておきましょうか。ここのベリー結局処理しなきゃいけなそうだから、こういう感じですかね。で、この辺りからちょっとこっち掘りたいか。だからナスを、ここのナス消す形で消してブローチ抱えちゃうんだけど、ポーションに入れ替えてブローチは消す、で牛乳処理する、一旦まあ牛乳は抱えても消す、いざとなったら消せるから、これで小麦を、消しましょう。でハサミ処理してチーズ、毛糸一回やるか、ここ掘るか。はい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 。まあ、ナス抱えてチーズ見つけすか、ナス抱えてチーズ見つけす。ブローチ。ちょっと待って、ポーション、牛乳、ナス。ポーション、牛乳、ナス。牛乳の下見ましょうか、ナスが出る。じゃあ、まあ、ナス、最悪消す形で、取りましょう。そうね。まあ、ナスはじゃあこれで消しちゃうか。で、玉ねぎの下をちょっと見ながら、玉ねぎの下で、組み合わせ、牛乳とかポーションが出たわけじゃないので、まあ、こっち消しましょう。これは一旦丸太処理かな。丸太処理しましょう。あ、牛乳が出た。こっちの牛乳はもう下はないから、いざという時のために取っておいて、まあ、こっちめくりましょう。ブローチを処理したい。ここがね、3枚が嫌な重なり方して、結構深くまであるから、そこを掘り進めないといけないんだよね。なので、まあそうだね。そういう感じだよね。まあ、そしたらブローチを消して、で、ベリー回収。で、ベリーこっちと、消しましょう。で、ポーションが、2個取れるのが出てきたので、まあ一応ポーションの下を確認してから、ハサミが出る。ハサミが出る。ああ、まあ、ポーション消していいかな。だったら、毛糸の下見ましょう。毛糸の下、毛糸だったら、ここで消しておく。玉ねぎ拾って下を見る。ハサミが出てきた。まあ、ハサミの下をちょっと確認したら、ナス。ナスを、ちょっとね、ナスを、ブローチね。なるほど。ナス消して、次、ハサミを、ああ、そうね。まあ、こっ
あ、そっか。まあ、どっちにしても上の2つのハサミキープしとくんだから、消すのはここからですかね。はい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 。あ、これなんか1回目よりはだいぶ感触いいね。ポーションポーションで、その下がどうなってるかがわからないと、これだったら小麦から入るか。ハサミ見えた。ベリー見えてる。ハサミは、消しやすいけど、玉ねぎ、そうか、玉ねぎ一旦これで処理しちゃおうか。で、ハサミ取って、ハサミ取って下を見る。で、小麦とハサミの統一なら悪くないね。あー、小麦はね、チーズの下の小麦を処理したいかな。ここが結構重なってるから、チーズも統一で取って、チートイみたいになってる。小麦処理しましょう。はい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 。で、これハサミの処分のしどころはいつだ？これポーションもまた統一で取る。その下次第だな。ポーション統一で取って、チーズは出てこない。まあじゃあハサミの処理のしどきですね。で、これでポーションチーズの統一。まずいか。ポーションチーズの統一か。ポーションとチーズが見えてないね、今。となると、この小麦の下を見るあたりか、タイミングとしては。ベリーもね、3つ消せるやつが出てないから、丸太避けなきゃいけないからね。丸太避けると丸太も消せないから、ちょっとここは、小麦の下を見て、場合によってはアイテム使わなきゃいけないっていう状態ですね。ケイトも無理だよね。間に何か挟まないと、今触れるケイトは2つしかないと。いうことで、まあ、小麦の下見ましょう。お、小麦の下丸太。それは良くないね。小麦の下丸太ですか。じゃあ、チーズ、ポーションを外すしかないかな。チーズ、ポーション外すしかないか。丸太の下見てからアイテム使う？丸太の下見ましょうか。あ、違うな。こっち掘った方がいいのかな、こういう時に。だから系統そうだね、どっち見るか。牛乳外しとけば系統がね3つ触れるようになるから、まあ、牛乳外して様子見ですね。下から見えたのは、小麦でしたと。で、ここで1回目の取り外しを行います。これでチーズポーションが外れて、ケイトが開きましたということで、まあ、ケイト外して下見るとチーズ出る、ナスが出るんで、まあケイトで消しましょうかね。はい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 。で、次は牛乳小麦ポーションの中で消せそうなのはないかないね。だとすると、ここのベリーめくるのが手順になるから、ベリーが消せるような状態にするために一旦丸太処理。丸太処理してベリー取る。で、牛乳、まあ牛乳連打でもいいか。牛乳連打でもいいし、玉ねぎの下の牛乳を取る可能性もあるか。まあでも牛乳はね、外側に2個あるから、処理はできるから、牛乳2本取りましょう。そして玉ねぎ。小麦か。まあ、小麦取って、ブローチ、これで小麦処理しちゃって、で、ブローチは連打して取る。OK、1回目よりはかなり流れがいい。これもナスは取っちゃっていいね。ナスですね。ナスして、ナスからの、チーズを処理するタイミング。そうだね。まあ、ブローチ、の下のチーズ取りましょう。さらにチーズ出てくる。あ、まあ、これはあれか。真ん中に外したチーズと合わせればいいね。で、ハサミも上とで処理できる。この下あるんだね。だとしたら、ちょっとハサミ結局今掘るタイミングかな。ハサミか丸太かって話だから、一旦ハサミは消しちゃいましょう。で、チーズの下まだあるんだね。これは丸太、丸太取って玉ねぎ3つ処理しましょうか。玉ねぎの、お、ラッキー、丸太。ケイト玉が1個、2個、2個しか見えてない。触れるやつがないとかじゃなく、シンプルに見えてないですね。これは一旦ポーション処理でもいいかな。これ、あ、でも、ケイト玉の下にポーションあるから、じゃあこれは、
手札3脇だから、系統抱えてポーション処理できますね。ポーション処理するってことはポーションあと2個さらに埋まってんのか、この中で。へー、一旦ブローチの下見てからだな。ブローチの下見てからで、ブローチが見える。これは丸太よりナスを抱える方が生き残れそうなので、ナスの下でブローチ消しましょうか。はい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 、これでナスナスですね。ナスナスでナスナスナスと消えていく。チーズのタイミングか。チーズのタイミング、こっちのチーズの下さらにある。まあ、こっち確認してからかな。ちょっと待って。あ、牛乳の下もあるから。まあ、じゃあこれ一旦牛乳先消すか。チーズ、牛乳先消すか。いや、チーズの下見てからチーズ消すか牛乳消すか決めた方がいいのか。だから、まあ、統一、チーズ、乳製品統一作って、乳製品統一、さあ、ここから、消すのは、まあ、チーズでいいかな。チーズ消しましょう。で、牛乳消すかどうかは、この先でまた牛乳出てくる可能性あるんだよね。だって4本だもん。4本だから、これは毛糸取って、下を確認してチーズが出る。違う乳製品。そうだね。これは、ベリーの下を見るか。そうだね。ベリーの下見て3と1、どれを消すか選べるような状況にしておく。どれから消すのがいいかなといったときに、ベリーは消したときに自由になるベリー2つに対して、丸太の下に1個だから、まあ、ベリーの方を消す方が、現状は形いいんだよね。でも、さらに掘ったときにベリー出てきちゃったら、うえーってなるから、うえーってしよっか。うえーってしましょう。はい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 。そうですね。そしたらじゃあ丸太の下見ましょうかね。いや、小麦処理か。小麦処理でもいいな。小麦処理でもいいですね。ポーション、チーズ。ああ、まあ、しょうがない。こうしよう。で、チーズチーズか。はい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 。丸太。ああ、よくわかんないな、これは。結局ね、ここの丸太今めくるしかないんだったら、ミルクか毛糸消すことになるんだよね。で、フリーのやつがね、結局浮いてるやつだからどっち消しても一緒かってなるから、ミルクで消しましょうか。で、丸太掘って、ベリーの下を見る。ベリーの下にベリーいるね。となると、一旦、ベリー4つか。ベリー4つか。この下あるんだね。この下あるってことは、ポーションの下にあるやつ取るためには、丸太とナスを取らないと取れないっていう、状態なんで、何があるか見るだけ意味あるのかな。いや、違うな。ここのベリー消し、あ、消せねえ。こうなると、ナスの方からめくんなきゃいけなかったか。ナスの下を確認して、多分ハサミが触れるようになるだけなんだけど、ナスの下を確認した上で、毛糸消すか決めましょう。まあ、毛糸消すしかほぼないんだけど。で、これで手配バラバラ。手配バラバラ。ベリーは一応消せる。いざとなったらベリーは消せる状態で手配バラバラ。手の空きは3マス。3マスだから、結局ベリー消さ、流れになっちゃうね。これ、ハサミ抱えて、ポーションポーションポーションするしかないんだけど、手配の空き2になってるから、ここでベリー処理ですね。そうなると、このベリーどうすんだよって話なんだけど、そのベリー困るね。そのベリー困るね。この下にまだベリーがいるってことでしょ？ちょっとベリーベリーだなぁ。で、まあ、ここで、ポーション回収して、3つで消す。これでだ、手配がバラバラですね。丸太。あー、だからこれ玉ねぎ統一にしながら、
いや、消せないのか。チーズ間に合わないね。玉ねぎ統一にした時点で消せるやつがないんだ。で、ナス拾ってもナス統一。それじゃダメだな。もう一回、取り外し使わなきゃいけなくなってますね、これ。ちょっとハサミを動かせる状態にしてから取り外すか。チーズとポーションが隠れちゃうので、チーズとポーションが隠れちゃうんだけど、ああ、だから小麦とナスだけ回収して、小麦とナスだけ回収して取り外しかな？やるなら。そうだよね。これで取り外す。しまった。集中力が切れてる。重なったとこの下なんだか確認しないで外しちゃった。これ良くないなぁ。これ良くないなぁ。まあ、でもどっちにしろね、この動きした時点では、もう、丸太を抱えて、ハサミ取るって決めてはいたので、まあそうするしかないですね。さあ、丸太もう一つの行方はどこかという話もありつつ、このブローチが深いんだよな。このブローチが深すぎて、ちょっと、まずいことになってる気がする。まあでも一番上の牛乳取るしかないのかな。玉ねぎは回収できないもんね、これ。だから牛乳の下を見て、牛乳の下に牛乳がいる。間に合う？ 3 つだから、小麦外して、あと2個、牛乳消せますね。危ない危ない。これ牛乳消せるのは結構命拾いな感じ。あ、小麦も消せるようになってるから、まあでもナス掘ってからだな。ナス掘って、これナス消しちゃうか。で、ポーション見えて、そうだね、ポーションだったね。ブローチがでもね、ベリーの下の下なんで、ちょっと深いですね。まあもうこれ小麦消しちゃうか。あ、でもいけたか、これ。ベリーそこなんでしょ？だから、多分これ、まあベリー統一で取って、ブローチブローチで、あ、いったな、これ。これは行ったでしょ。オッケー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 。これは、これはクリアできた。2回使った？そうだね。まあ、やっぱアイテム2個使ってクリアか。サンキューッパー。はい。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。